ミュニシパリティオブモスマンは、オーストラリアニューサウスウェールズ州の地方公共団体。シドニー湾港にほど近く、湾の北岸に位置する。シドニー CBD より、北 8km に位置する。メトロード10号線を域内が縦貫する。地域の北、東、南は海に面し、北は、 メトロード15線にかかるスピット橋を介してマンディーカウンシルのシーフォースと接続している。地域の西部はノースシドニーカウンシルに属するサバーブであるニュートラルベイと隣接する。サー・アキュラーキーからはフェリーが運行されている。ミュニシパリティ・オブ・モスマンは他の地方公共団体と異なり、モスマン単一のサバーブによって構成されている。 2006年の国勢調査では28,414人が居住していた。ミュニシパリティオブ・モスマンの議会は7人によって構成される。任期は4年。市議会は一つの選挙区によって構成され、市長は9人の議員の中から選出される。最新の議会選挙は2012年9月8日に実施された。市長はサービング・モスマンのピーター・エイブルソン。 議会は、市議会会派サービングモスマンが3人、無所属が3人、市議会会派、レザデンツフォーモスマンが1人2席を獲得している。オーストラリアンビューローオブスタティスティックスリージョナルポピュレーショングロース、オーストラリア、2008-09。2010年6月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年6月3日閲覧。 ランドウィックシティカウンシール、アバウトランドウィック。2012年10月21日閲覧。AB、モスマン・ミューニセプル・カウンシル、サマリー・オブ・ファースト・プレファレンス・アンド・グループ・ボーツ・フォー、イーチ・キャンディデート。ローカル・ガバメント・エレクションス2012、エレクタール・コミッション・オブ・ニュー・サウス・ウェールズ。2012年9月19日、閲覧。AB、モスマン・ミューニセプル・カウンシル、メイアール・エレクション。 ローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスウェールズ2012年9月19日閲覧ありがとうございます。